皆さんこんにちは。第24回報知オールスター UCC カップ、装いも新たになりました国分寺パークレーンでは現在女子の3位決定戦が行われています。女子が栗原、小山、杉本、そして男子が西条、塚原、谷口と、いずれもベテラン強豪が残りました。例年以上に激しい戦いが予想されます。さて今大会の優勝賞金ですが、男子が150万円、女子が100万円、そして副賞としてチャンピオンブレザーと、男子がダイヤモンド3点セット、女子がダイヤ入りブレスレット、そして UCC コーヒーが1年分贈られることになっています。放送席の解説です。私のお隣は日本プロボウリング協会常務理事の加瀬谷三郎さんです。加瀬谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。それからゲストといたしまして、惜しくも4位となってしまいまして、テレビ決勝に残ることができませんでした、おなじみの中山律子さんです。中山さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現在女子の3位決定戦が行われています。小山対杉本の争いであります。現在第7フレームまで進んでいます。ここまで小山がポイントではリードしております。こちらが小山康代、ラウンドロビンを2位で通過いたしました。一方の杉本はポジションマッチの前までは1位で頑張っていたんですが、最後ポジションマッチでスコアを落としまして、第3位となってのこの3位決定戦進出であります。このスコアを取りまして、第6フレーム終わった段階で小山159、杉本が113と、小山がここまで4マーク半リードしています。現在杉本が第7フレームはスペア、そして第8フレームも9本でスペアを獲得いたしました。第7フレームも終わって杉本が132、小山が179であります。加瀬谷さん、はい、6人いずれもそうそうたるメンバーがこのテレビ決勝残りましたね。そうですね。今杉本は結局3位で残っちゃいましたけどね、はい、最後のポジションマッチゲームで144点、そうなんですよ ね、 自分はもう全部200アベです、200以上の点ですよ、はい、今日の8人のラウンドロビン、はい、最後のゲームだけ144ですかね。それで1位で残ってたの一気に3位で残ってたね。そして中山さん、はい、現在杉本さんがちょっと苦戦してるわけなんですけども、やはり一ゲームでもそういうふうにロースコアがありますと、選手というのはどうなんでしょうかね、心理面では。相手がみんな打ちますからね、ですからちょっともう170でもダメなんですよね。そうですね。220で負けたら240で負けますから、はい、とにかく大きいゲーム打たないと上がっていかないんですよ。そういえばこの大会は男女ともに本当にもう、ね、打ち合いという感じですよね。ですからボールのスピード加減でですね、はい、もうタップした方が負けですよね。あ、なるほどね、はい、そういう意味では加瀬谷さん、はい、やはりボールの選び方というのもこれ難しくなってくるんでしょうね。そうですね。本人投げてる選手ですね、はい、個々にみんな今中山プロ言ったようにスピードが違いますでしょ、ですからその人に合う、ボールって言いますかね、そういうものによって調整、スピードの調整もしなきゃならないですから難しいです、はい。昭和39年東京オリンピックの年に誕生しましたこの報知オールスター、プロボウリングトーナメントの中では最も歴史がありますこの大会。加瀬谷さん、はい、そういうこともありますから歴代のチャンピオンも本当に素晴らしい人ばっかりなんですよね。そうですね。倒れましたね。倒れました。小山のテンプレ第2投もストライク。もうすでに小山は勝ちを確定しております。そうですね。連とですね、はい、ボールとスピードともうマッチしてますね。中山さん60代ですね、とにかくボールがもうピンがね、もう自分の思うように倒れますからね。なるほどね。さあこれが最後の一投になります。3位決定戦、これも綺麗に曲がってきました。ストライク、最後ストライキングアウトいたしまして、トータル269であります。3位決定戦、小山が勝ちまして優勝決定戦に駒を進めています。
まあ、中山さん、はい、まあ、今小山選手最後は、まあ、5本続けて持ってきましたけども、これだけの選手がですね、こう打ち合いになりますと、本当にちょっとした、まあ、さっきの話ですけど、タップですよね。タップももうミスとは言ってはちょっとかわいそうですけどね。ちょっとですね、もうスピード加減ですね、はい、アングル次第です、でもあるし、杉本さんは本当にずっと良かったんですけどね。そうでしたね、ちょっとスピードが出てきたんじゃないですか、決勝に出まして。あ、そうですか、加瀬谷さん、その辺は杉本プロの投球いかがですか、ご覧になって。そうですね、一時腰を痛めてから体調を壊してたんですが、最近また元に戻ってきましたね、はい、はい、で今日の特にですね、この国分寺パークレーン、割合とアウトサイドから、アウトサイドっていうのは、まあ、レーンの上が39枚の板に並んでますけども、はい、矢印で1つ目5枚目の方から狙ってる人が多いんです、ね、そうでしたね、はい、でこういうのはもうそのさっき中山プロ言ったようにボールのスピードによってタップっていうのは多いんですよ。なるほど、ね、もうあたかもストライクのように見えて1本残るっていう、特に天秤のタップですね、これが非常に多いんですよ、はい、ですからそのスピードがバッチリあったもの、はい、まあ、ちょうど小山プロなんかは超良かってますね。男子の方で言えば西条プロ、この1位で、残ってる西条とかですね、はい、本当によくマッチしてるんですよ。結局小山は杉本を269対188で破りまして、優勝決定戦に駒を進めているわけですけども、まあ、加瀬谷さん、はい、杉本といいますと今年1月ね、まあ、結婚しまして、はい、まあ、公私ともに充実した1年をまあ迎えたいという気持ちは当然大いにあると思います、まあ、そういった意味でこの大会、このところちょっと杉本さんね、調子がよくありませんでしたからね、はい、この大会をきっかけに今年頑張ってもらいたいですね。そうですね、はい、やっぱり、全米選手権を2年連続取ったみたいな、力が十分あるわけですからね。そうですよね、中山さん、はい、一方の小山なんですけども、小山は昨年レギュラー落ちをしましてね、まあ、一昨年が大活躍だったんですから、はい、去年のまあ不振というのがあるんですけども、今年これどうですか。だから去年が悪かったからいいんじゃないですか。多分おそらく自分でね、どっか、チェックしたんじゃないかなと思うんですけど。なるほど、今年に入ってすごく素晴らしいですよね、はい、多分自分なりに研究したんじゃないかなと思うんですけど。なるほどね、はい、優勝決定戦が楽しみになりました。それではコマーシャルの後、女子の優勝決定戦をご覧いただきます。第24回報知オールスター、いよいよ女子の優勝決定戦を迎えました。女子の対戦は栗原恵子対小山康代の一戦となります。加瀬谷さん、はい、この一戦、見どころ、そしてポイントを伺いたいんですけど。そうですね、はい、まあ、私よく言うことですけども、この、上位テレビ決勝に残ってる人、来る人たちというのは、もう誰が優勝、1ゲームだけで勝負ですから ね、 そうですね、今まで7勝はずっとやってきて、1ゲームで勝負ですから、もうこうなると本当にこう勝負のあるというか、運も相当影響してくるということですね。ですから先ほどから言ってますけども、スピードだとか、まあ、技でっていうのも相当の影響ありますけれどもね、このちょっとした加減っていうか、運でもって、まあ、タップしたやつが倒れちゃったとかね、あ、なるほど、キックバックからピンが返ってきて倒れたとか、そういう、誰なら普通はタップだけども、それでは女子優勝決定戦をスタートいたします。中山さんはこの一戦どちらが、まあ、有利といいますか。栗原さんはね、スピードボールで、はい、もう厚めに入れるんですね、はい、で小山さんはもう軽く投げるでしょ、対照的ですから。対照的ですよね、面白いですね、すごく、はい、その小山の第一投です。あ、ストライクです、何かこう、中山さん、はい、小山さんは3位決定戦の調子をそのまま持ち込んでいるような感じです ね、 優勝すると、まあ、2年ぶりのこのトーナメントの、失礼、2年ぶりの女子の大会の優勝ということになります。もちろん報知オールスターは両者勝ったらいずれも初優勝ということになります。これはどうだ。あ、ストライク、ね、栗原もストライクです。この栗原も小山もですね、はい、こういう連コンディション、このボーリング場のですね、のようにアウトサイドからレーンの右肩の方から狙うのが好きなんですね、はい、ですからそういう点でも、まあ、栗原なんかは、まあ、特にスピードボールですからね、はい、割合右がアウトサイドからの狙える、L、レーンというのは好きなんですよ。
そういえば残ってる選手6人とも加瀬谷さん全体的にこの外目からという感じの人が多いわけですね。そうですね、まあ、男子の場合はね、はい、あの谷口、それから塚原、はい、割合インサイドの、まあ、レーンの左側の方からこう膨らまして、はい、ストライクを狙いに行くっていうタイプなんですがね、男子の方は、女子の場合はこの3人ともアウトサイドが好きなところですね、はい、アウトサイドっていうのは右肩の方から狙うっていう感じですね、はい、立ち上がり栗原ダブルです。これから小山の第2フレーム、何かこの優勝決定戦も打ち合いになりそうな感じがあります。そういえば中山さん、はい、昨年はまあ金田プロと溝淵プロの優勝決定戦で、これもあの非常にまあ最後は溝淵プロにとってはアンラッキーだったなという感じのね。そうですよね、クロスストライク、はい、私も縁がないんですよ、ホーチオールスターに。そうなんですよね、中山さんも優勝あるかと思ったんですけど ね、今年がチャンスだと思ったんですけどね、あのレーンコンディションを具体的に言うとどうなんですか。あのやはりアウトサイドですね、今日のレーンは、はいはい、ですから私にしてはすごく打ちやすかったんですけど、うん、私より異常に皆さん打ちましたから、まあ、本当にでした、ね、打ち合いという言葉がもうぴったりという今年のホーチオールスターです。さあ小山、第3フレーム、天秤が残りました。加瀬谷さん、こういう天秤の残り方ですね、はい、それで今のですねキックバックでちょっとした具合であのガタフラットガタを取ったピンが天秤をポンとこう触って倒しちゃうことがあるんですよ、はい、ですからそれと今みたいにあのちょっとこう当たらないで止まっちゃって残ったと、それだけでも全然今のがストライクになったかならないかでも全然違っちゃいますからね。そういうのが、まあ、どっちかに多かったっていう方の方が負けになっちゃうんじゃないかって気がしますね。そのあたりもやはりかす、まあ、かなものですから運ということも歓迎するんですよね。まあ、もちろん技でですね、それも計算した上でできればあのいいんですが、例えば、はい、今のはちょっとピンあのスピードがなかったかと、じゃあスピードがあったらどうかというとですね、ピンが上へ飛んじゃってまた残るとかですね、はい、いろんな状態が あるんですよね、タップするっていうの。あ、これはストライク、今のなんかねいい倒れ方ですよ。天秤ターキーです。栗原、ここでターキー出しましたので栗原がワンマークのリードでやります。栗原は昭和61年、今のあのスローモーション出てますね、はい、あの天秤の倒れ方が出るかな、6番ピンが当たってね、キックバックでね当たってるでしょ、はい、あれとさっきのはもうあの頭の部分がちょっと当たったんですがやっぱり倒れないですよね。そうですね、まあ、球質やなんか違いますから、はい、それは今の栗原のは倒れて当たり前といえばそうなんですよ、昭和48年プロ入り5期生です。一方の小山康代は昭和56年のプロ入り14期生過去14回の優勝の経験があります。もう一つ来たか、あ、今度は残った、逆に言うと今度は天秤が栗原残りました。この大会初優勝を狙います両者。昨年はジャパンオープンの準優勝が最高でした。でここまで第4フレームを栗原が今終わりまして、第3フレームを終わった段階で栗原がワンマークリードしています。これから小山の第5フレームです。第4フレームは小山ストライク、ワンマーク栗原がリードしています。ここでストライクが来るとまた並びます。あーストライク、いやー中山さん、これでもイーブンですね。ねえ、そうですね、面白いですね。今見てますとやはりだいぶ外目4枚ぐらいですか。そうです、4枚目ぐらいですか、やはり小山さんは結構あのスピードをすごく落ちてますね、はい、栗原さんはまたこれでスピードはあまり分かんないんですけどね、私たちは、バックスイングが大きいですからね。バックスイング大きいですからね。これご覧ください、このバックスイング。あ、ちょっとバランスを崩したか。あ、ストライク。見事です。第5フレームもストライク。いやー、がっぷり四つという感じになりました。両者です。
本当にいい勝負ですね。いい勝負になりました。小山の方がストライクは4つあるんですけども、ダブル、はい、それからスペアダブルなんですね、はい。栗原の方はターキーストライク3つ続いてる、はい、それだけあのストライクがこう続いた方が得なんですね。そうですね、はい。この大きなバックスイングからもう一つ、もう一つ来ました。今度は栗原が逆転。第6フレーム、ご覧のように栗原ストライクです。栗原ダブル。もう一度スローをご覧いただきましょう。まあ、今の1つ目の矢印、ね、ああそうですね、1つ目の矢印のところからちょい右ぐらいからですよ、小山もだいたいそんな感じで狙うんじゃないでしょうかね、はい、あのゲームスポットの一番右端、はい、まあ、見た目でいうと5枚目、5枚目、はい、ちょっと見づらいかもしれません。あーストライク。いやー、これはやはり予想通り打ち合いになりました。そうですね、中山さん、はい、こういう時のプレイヤーの気持ち、お互いにストライクを続けなければいけないというのはしんどいですね。疲れますね、そうでしょうね。疲れですよね。もう早くね、終わってほしいっていう気持ちがあるんじゃないですか。あ、なるほどね。第7フレームです。小山、ちょっと今、かったあのスピードがね、はい、抜きすぎましたね。あ、なるほどね。でも厚め、あの結果的にスピードを落とすということは曲がりが多くなりますから、はい、すると1番3番の1番ピンに厚めに行っちゃったんですね、はい、そうするとあの4ピンがタップ、うん、ちょっとほらヘッドピンに厚めですね。今スローモーションできますけどね、はい。まあ、きちっと自分の狙うところに落として、まあ、きちっとフォロースルーをやっても、そのスピードの変化によって今日のレーンなどはかなりこう、もうやってたりするようになるわけですね。そうですね。もう我々じゃ肉眼にはなかなか分かりにくいですけども、結果的にそのピンの残った具合で分かるわけですね。そうですね、はい。これは今度は5番ピン満々中が残りました。あのそれとですね、まあ、ゴルフで言えば、はい、あグリーンの目を呼ぶとかですね、はい、グリーンが早いとか遅いとかって言いますが、ええ、ボーリングはまあこの室内ですけども、ボーリングのレーンが早いとか遅いとかっていうんですね、はい、これはその毎日のレーンコンディション、油をまいてですね、はい、レーンを調整するんですね、これはレーンの板を保護するということもあるんですが、このボールとレーンとの摩擦、はい、油が全然ないと摩擦が多いですから、ええ、曲がっちゃってどうしようもないですね。でそういう方もあのコンディショナーっていう油をまいてですね、調整するんです。その油の巻き方でもう全く変わっちゃうんです。なるほどね、例えば手前の方に、例えばあの量を決めて手前の方だけに巻いた、はい、あるいはその量を全全体にこううっすらと伸ばしたとか、そういうことによっても全然違っちゃうんです。うん、ですからそれがもう毎日毎日違いますから、はい、それとこうやって投げてますと、やっぱりみんなはポケットストライクを狙うわけですね。ですからそのピンの近くのところ、ポケットに入るところっていうのは手前から油持っていっちゃうんですよ。あ、なるほど、ですからさっきはそこでストライク出たのに今ちょっとおかしいですね。そのレーンがこう投げれば投げるほど全コンディションっていうのは変わってくるわけです。うん、それが難しいんですね。そこら辺の中山さん、アジャストメントというか微調整がそのプロの見せ所なんですよね。それがあのすぐ見分ける方の方がもう上に行くわけですよ。そうですね、はい、特にこういうレーンではやはりベテランの活躍というのが、まあ、残っている6人の選手の顔ぶれを見ても分かります ね。さあ小山です。小山の第8フレーム、ここです。ストライクが来るか。あ、ストライクです。このストライクで現在の段階で1ピン1ピンだけ小山がリードしています。さあこれは9フレーム来ると結構精神的に楽ですね。そうなんですよね、第9フレーム非常に大事なフレームになりましたが、しかし笠谷さん、はい、先ほどは小山選手左側のレーンは、まあ、4番ピンちょっと曲がりすぎましたね。そうですね、あれはね、まあ自分本人にとってはちょっとあの内側に引っ張っちゃったかなっていう感があるんじゃないですか。だから今度はどうするか、あの持ってくるんじゃないでしょうかね、ストライクを。そうですね、うん、いい感じで投げましたよ。いい感じで投げた。あ、ストライク。第9フレームもストライク、にっこりと微笑みました小山。
これでワンマーク小山のリードです。これは大きいですね。大きいですね。9フレームのストライクファンデーションと言いますよね、はい、それが8区と続いてますからね。栗原ちょっときついですよこれ。最も歴史のあります最高峰の大会ホーチオールスターボーリング初優勝を狙います小山と栗原。ここで小山がリードしました。第9フレーム、さあ栗原もどうしてもストライクが欲しい、ファンデーションが欲しい、来たか、はい、天秤が残りました。あのタップね、中山さん惜しかったですね。惜しいです ね、 ご覧のように第7、第8、第9と3フレーム続けて9本。しかしまだ負けたわけではありません。次にストライクが小山選手来ますと、粕谷さん、はい、ほぼ決まりという感じになりますかね。そういいでしょうね。今2マークですか、1マーク、1マークですで、1マークですね、はい。はい、倒れた、ラストフレーム第1投ストライクです。栗原粘ります。栗原としてはあと2つストライクが来ても、あの5ピンが残ったのがですね、あのピンが飛んできて倒しましたね。倒しました、はい、これはちょうど CDD という、ピンカメラで、さあどうだ栗原、ピンアクションをご覧いただいています。ストライク、今みたいにちょっとスピードが落ちてるとちょうど栗原いいですね、はい。やはり中山さん、はい、栗原としてはパンチアウトでプレッシャーかけたいですよね。そうちょっとスピードが出たんですね、はい、ゲームの。さあどうでしょう、最後の一投です。これはストライク、パンチアウト、トータル236で優勝決定戦を終了しました栗原であります。さああとは小山の投球を待つだけという。先ほどの栗原さんはあの天秤タップはやっぱスピードがありすぎたんじゃないかなと思うんですね、はい、今みたいにちょっとねあの楽になると良かったんですけど ね、 そうね。この右側のレーンは小山掴んでいます。そうね、さあどうだ、あストライク、ターキー、これでほぼ決まりです。第24回のホーチオールスターボーリング国分寺パークレーンで昨年に引き続き行われておりますが、小山の初優勝がほぼ決まりました。この一投、昨年は無冠に終わりました。無理のない投げ方をしてますよね、天秤が残りました。これを取りまして247で小山康代優勝決定戦を終了するわけであります。レギュラー落ち今年にかけました小山。女子にとりましてはこのホーチオールスターが今シーズン2戦目になります。 RCC カップでは第10位、そしてこの大会これを取った、あ最後はご愛嬌落としました。見事に第24回ホーチオールスター小山康代が取りました。初優勝を飾りました。見事な優勝であります。それでは準備が整いましたら優勝を飾りました小山プロに鈴木アナウンサーからインタビューをしてもらいたいと思います。ああみんなに祝福を受けています小山康代プロ。ホーチオールスターは初優勝、この歴史のある大会で見事に優勝を飾りました小山康代であります。それでは鈴木アナウンサーからインタビューをしてもらいましょう。はい、それでは優勝しました小山プロに優勝インタビューをしたいと思います。小山さんおめでとうございます。このホーチオールスターでは初めての優勝なんですね。そうですね、昨年その前の年ですね、やはりテレビ残りまして、あの2位まで来れたんですけど決勝戦で斉藤プロに負けてしまいましたので、今回また残れたのでぜひもしチャンスがあれば
ついていこうと思いまして、おかげさまで優勝できました。よかったですね。これで通算5回目の優勝になりますね。はい、信じられませんけど、昨年全然ダメだったので今年は故障を直して一からで直そうと思って、こんなに早く結果が出てとても嬉しいです。この報知オールスター歴史と伝統ではもう日本でも一番歴史のあるトーナメントですけれども、どうですか、この報知で優勝したってことに関して。そうですね、アマチュアの時にはよく予選会出て参加させていただいたんですけど、プロになってね、まさか優勝できると思わなかったものですが、とても嬉しいです。この大会大変激しい打ち合い の試合展開だったと思うんですけれども、特にこの優勝戦もストライクを取らなくてはいけないというような、どうですか、大変見ていても、ね、こう疲れてしまうようなそんな感じがしたんですけども、もう本当杉本さんも栗原プロもストライク続く方ですので、切れたら本当負けだと思いましたのでついていこうと思いました。それがいい結果になったと思うんですけれど、第9フレームのあたりでもうにっこりなさりましたよね。もうあのあたりで大体勝ちは意識なさったんでしょうか。いや、10フレの1投目が何しろ来なければ負けだなと思いましたので、カウントをとりあえずよく9本カウントまで見てなかったんですけど、とりあえず9本は倒そうと思って投げたのが良かったと思います。本当におめでとうございました。放送席以上です。見事に優勝を飾りました富山康代プロの優勝のインタビューでした。加瀬さん、はい、話ぶりを聞いてましても、なかなか小山プロ落ち着いてましたね。そうですね。しかしそれにしても本当にいい打ち合い、そしていい点が出ますよね。そうですね、スコアもみんないい点ですよね、はい、246対236ですからね、はい、本当にいい点だったですよね、はい、中山さん振り返っていかがですか。今のもう素晴らしいゲームで良かったですね。負けましたけども、はい、栗原プロも昭和61年以来今優勝がないんですけども、ですけども、この大会をきっかけになんかやってくれそうですよね。いいですよ今年は。あ、そうですか、はい、さてこれからいよいよ男子の3位決定戦、そして優勝決定戦に移るわけなんですが、男子は西条、そして塚原、谷口、この3人が残っています。まず男子の3位決定戦、塚原と谷口の試合、コマーシャルの後ご覧いただきたいと思います。